ずっと痛いんですよ。これですよね。大丈夫ですか。金持ちですか。金持ちですね。さっきはいいですね。整体と水側の松坂コースです。はい、1908年でお願いします。ロリコンちゃん、松坂です。ザ・グレート・ミスター・アクス博士ジュニアです。健康ですか。ありがとうございます。健康ですかって言わ。健康ですか。健康です。健康ですか。健康です。どうですか。どうですか。どうなんですか。僕お体の状態ですかね、はい、体調不良を起こされたりとかされてるね。最近聞かせていただいたこと聞きました。はい、あの YouTube とか見させていただいた。聞いちゃいました。はい、はい、あるんですけど、はい、なしで増えるんですか。いや大丈夫です。はい、ありがとうございます。松岡さんと一緒で、はい、パソコンさんのお仕事とかもさ、ああまあまあところもありますし、すね、はい、お腹も出ておられるなっていうところで、はい、どうしてもこういう風な形に恵比寿吉和スタイルかね、こうね、恵比寿吉和知らず知らずのうちに頭が前に出て、はいはい、この形前に出て、そういう形にこう回れて、そうね。大丈夫。よくあるやつ、ね、こうみたいな。全然治らないやつ、ね、治らないやつ、それで終わり。物食べてもね、俺あんまり美味しいと思わないな、これ。いいですよ、それ一切一切グルメリポートのエビスタイル。、はいはい、体的に、まあ、同じようなパターンで、はい、背中が丸くなりやすかったりとか、はい、腰が前に出やすかったりとか、まあ、そういった形で姿勢の崩れからくる内臓や首肩の症状っていうのはまあ出てきやすいかなっていうところがありますかね。はい、一個素晴らしいですか。どうぞ。僕ね、昨日ぐらいから、はい、朝起きてから左後ろここの後頭部がずっと痛いんですよ。軽い頭痛みたいなのがね、この辺ずっとあって、はい、偏頭痛とか全くないんですけど、はいはいはい、なんか昨日の朝からこれが、ね、治らないんですよ。波はあります。軽くなったりひどくなったり、はい、波はあるけど寝起きが特に痛いんですよ、これ。星空とか見上げたことない。あ、まあ、今最近最近あ最近見てないな。何やろ、多分視聴性見えると思います。もう多分視聴性悲しい。もう多分見えると思う。そうなの、ね、そうなの、ね、時です、うん、私はいいのっていうよ。あの寄り添う星で寄り添う星で見えているの、あの星が見えているの。時に言われる。何も言えねえって言ってましたね、時もね。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。行ってみよう。松尾道中。先ほどおっしゃっていただいた、はい、この左の首症状以外に何か、いや、チャリン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 。チャリン。青木さん、何違う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 。ヤンキーヤンキーヤンキー。おいおいおい。チェーンでチェーンで戦うヤンキー。あー、お前つやつけとどかしてんかな。昔の勝ちのヤンキーや。髪マスクとかしてね。松尾道中。先ほどおっしゃっていただいた、うん、左の首症状以外に何か症状があられますか。ないです。あ、サードないということで。何にもないですよ。わかりました、はい、ちょっとこちらお座りいただいて。ありがとうございます。いや、その連動して肩もキーンってやらんで、もキーンってやったら分かった。いや、だからもう波が返ってくる。はい、今この状態で左の首のところはまず何もしない状態で痛いですか。痛いほどじゃない。今は違和感ぐらい、程度かな。違和感ぐらい、はい、うん、首を右の方に回してください。これいかがでしょうか。うん、ここで痛みとかはないけど、もうこれ以上いかないです。制限があるかなと。パチッと止まります。はい、ありがとうございます。今度左お願いいたします。あー、こっちの方がちょっと うん、これ痛みいかがでしょう。痛みはないけど左、あ、ここで今ロックされるんですけど、ここからグッとやると左後ろが痛いですね。痛いですね。ありがとうございます、うん、では戻していただいて、今度は下はいかがでしょう。これは、うん、このぐらい。え、これは問題なく痛みはない。じゃあ今度天井見れますか、これ。うん、あ、ここで突っかかりますね。左、うん、左後ろ。はい、ありがとうございます。右肩からいくら上げていきましょう。はい、おお、ちょっとなんか詰まりかみたいな。詰まりありますね。詰まってますね。肩はね、僕あんま詰まらないですよ、もともと。こっちも、でも詰まってますね。詰まってますね。珍しいよね、これ。多分まっすぐ上がんないですね。え、なんか曲がって上がるんですよ。そうなん、なんかグリ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 っていう感じで。そうなん、野球肩みたいな。え、そうなん、感じに。僕そうなん、まあちょっとなんかこう詰まり感があるかなっていうところで。はい、そうなん。そうなん。じゃあちょっとまた肩の検査からさせていただこうと思います。はい、また失礼します。はい、ああ、ぐちょぐちょぐちょ。じゃあ、ちょっと待って。植物のツタみたいな。いやいやいや、何その合体させとん。こういう風に作ります。結構入り組んど、結構入り組んどよ。ありがとうございました。いや、ありがとうございましたじゃない。何それ。
何それって中央みたいになったら何それ。はい、全然出ないね。どうしたらいい。はい、じゃあ肩の方の検査させていただきます。肩軽くまた持たさせていただいた状態で、はい、先ほど左右に回していただいたと思うんですけども、はい、そのね先ほどの症状出た手前ぐらいでまた感じにさせてください。はい、まずこう肩持ち、まあ、はい、これ大丈夫ですかね。はい、じゃあ先ほど右回していただいた通りそのお結構いけますよね。うん、ありがとうございます。左はそれ以上いかないでくださいね。うん、さっきの手前ぐらいまで。これいかがですか。うん、うん、まあ、大丈夫ですよ、ね、なんともない、うん、ありがとうございます。え、なんでこれ、なんでつままれただけで変わるの。あ、後で説明させていただきます。そうね、変わる。ああ、いや、猫と飼い主、おい猫、いや、猫アプローチアプローチやねえよな。アプローチのつかみ取りやってんの。取ったらもらえるって聞いたんです。中山きんに君のやつやアメちゃんのやつやん。アメちゃんつかみ取りやろ。知らん、知らん。じゃあ右の、上から失礼いたします。でゆっくり上げていきます。あ、だいぶいきますよね、うん、さっきより。すげえ、なんでここ押さえたら行くんだろうね、不思議。はい、でもね、説明は後なんだって。あ、申し訳ございません。筋肉ね、固まってる部分があると思うんですけども、あのパソコンと一緒で仕事される上でよく使う部分の筋肉が硬くなってくると、うんうん、その関係で体は連動して動いてますから、はい、そこが固まってくると違う部分に制限が起こしてくる可能性がよくあるんですよね。うん、固まってる部分が動きが悪くなるんじゃなくて、あ、そうですね、はい、ここ腕が硬くなっても肩にとか首に影響が出ると。そう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 。いやでもそうは言っても結構体にやっぱ負担かかってるわけですよ。痩せたっすね、うん、痩せたね。めちゃくちゃスラッとしました。なので肩が痛しいが多くない。無駄に時間使える。いいよ、もう俺の会はそんなんで。体は連動して動いてますから、まあ、一つが固まってしまうと、うん、その連動が止まって他の部分に負担が来るっていうところがありますので。なるほど、なるほど。だからそこをちょっとね、さーって解放させていただくことによって、まあ、動かしやすいというところで動かしやすくなってます。なるほどですね。末梢の部分ね、そういうふうにいろんな症状出てる部分とか硬くなってる部分あると思うんですけども、はい、体の中心はやっぱ背骨ですから、そこを整えることによって、うん、中心から末梢の方に影響を及ぼしますし、うん、まあ、根本からね改善することができますので、今日はね背骨の中心を改善させていただき、はい、プラスアルファね水玉ですよね、そちらもやらさせていただき、水玉、はい、はい、やらさせていただいてお体を調整させていただこうと思います。はい、マッソコースですね。あ、マッソコースだ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。おはようございます、はい、お願いします。初太田どっち頭ちょっと動いてる。お前どこに隠れるつもりなの。いや何のカムフラージュだよ。いや、これは自衛隊御用達のガッツマンっていうブランドのガッツマン。なんで自衛隊御用達とか。いや、なんかすごいそうじゃないですか。攻撃的や。違う違う、そうじゃない、強そうじゃないですか。強っ、強っ、首下ろせ、この。そうです、そうです、危ないです。音下ろす。はい、手を。もういい、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 もう動くな。もう動くな。うん、ちょっと待って、一回動くな。いや、いいかー。動くな。うん、すごい、すごい、十分やん。はい、ちっちゃく動く。痛い痛い痛い、もうやめて、怖い怖い怖い、はいはい。松尾太郎地域。足の長さが違うね。あ、そう、右側の曲がってますね。曲がった右側の、もう全体的にもうねじれたような感じになってますね。あ、でもしょうがないよ、視聴者見えとるな。時も見えてましたしね、時もね。そうそうそう、時も見えとったから。あなたにも見えるはずだ、あの視聴者が。その時がね、ラオンに向かってお兄ちゃん見えてる。そう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 、終わりましたよ。え？じゃあ今からまた検査していきます。はい、押さえていったりつまんでいったりするので痛かったらおっしゃってください。はい、この状態で首とか肩とか痛みとか違和感ありますか。あ、痛み違和感ないですね。寝てしまったらマシですか。はい、ありがとうございます。じゃあ肩から検査していきますので、はい、痛かったらおっしゃってください。失礼いたします。はい、これと、うん、これやったらちょっとこれ痛い、ね、右が痛い、うん、これちょっと痛いですね、はい、ありがとうございます。これですね、右が痛いですね。首いきます、はい、失礼いたします。ちょん切ったら痛いよね、誰だってね。ありがとうございます、うん、これ大丈夫ですか。うん、なんともない、はい、え、これ痛い人いるんですか。今のめまいとか起こしやすい人はここが結構ガチガチに固まってる人ですよね。ただ皮つまんだだけみたいな感触やった。はい、胸鎖乳突筋っていう筋肉が胸のとこから耳のとこまで行ってるんですけども、この筋肉がガチガチになることによって耳の中に平衡感覚があるから、この関係でめまいが強い人、この辺結構ガチガチですね。そうなんだ。使ってつまんだだけ痛いっていう方が多いんですけども、知らなかった。はい、当院で調整させていただくと、そういう方もどうした、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 いや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 、黄色に反応しろ、黄色に反応しろ、体に向かっていくやろ普通それやったら。体真っ赤やし、もう色がおかしい。あの声もイランシーンが多すぎてごめんね。松尾太郎地域。
じゃあ首の検査します。はい、はい、ここは上げすぎやろ。うんうん、こう、うん、大丈夫です。痛みはない、うん、大丈夫ですね、うん、はいですね。肩の方は痛かったですね、はい、首の検査します。はい、ここと痛い、これ、うん、そっち痛い、うん、こっちですね、断点、うん、ね、うん、はい、肩いきますね。上から押さえさせていただきます。はい、これとこれいかがでしょうか。あ、何度もない、大丈夫そうですかね。謎やね、左のさ、はい、頭の後頭部が痛いって言ったやん。左の後頭部が痛いのに、はい、悪いのがね、なんか右の方がね痛いの。さっきからつままれようとこが頭の後頭部じゃなかったらどこの後頭部。いや本当許してそう思って言い直した今、左の後頭部って言い直した間違えたじゃゆっくりうつ伏せで、寝返り打ってうつ伏せでお願いします。ゆっくり、はい、はい、横向きになっていただいてうつ伏せでお願いいたします。うつ伏せはどうしたらいいの。顔でお願いいたします。体でかまったのよ。いや、大きくなりましたよね、またね。ちゃんと言ってくれて、そんな、そんな、そんな、いやいやいや、おいおいおい、そんな、おいおい、おいおい、いや、動かすな、ちょ、嘘やろ。いや、ほんとに、いや、動かすなっても動かすなって動くなって、うんうん、お願いします。はい、失礼します。じゃあ、腰ちょっと右の方にお願いいたします。動くなって言えばいいんだ。まあね、うわーって動いたよ。体が痙攣したみたいになった。右ケツがでかいよ。そうですね、あ、そうですね。ケツがちょっとなんかバランスがね、こっちがなんかこう盛り上がってますよね。そうですね、ちょっとバランスが悪いですね。こうなってこうなって、はいはい、動いてます。うん、先生これは、これは何でしょう。ちょっと痙攣が感電してらっしゃる。感電が何かね、感電してらっしゃる。そうですね、親指、親指がずっと震えようけど、何これ。そっちじゃねえ、そっち、そっち大丈夫、うん、はい、じゃあ足から検査させていただきますので、また痛かったらおっしゃってください。はい、失礼します。失礼します。1箇所、2箇所、3箇所、まあ4箇所、うん、この辺ちょっと張ってますかね。チョコがギリギリですね。ね、この辺ですね、3番がギリギリですね。ちょっとね、張ってるかなって。失礼します。ここ痛くないですか。はい、はい、真ん中これ大丈夫ですか。はい、はい、ここも痛くないですか。はい、はい、首の後ろここも痛くないですか。はい、はい、首の検査ちょっとまたさせていただきます。はい、首の力抜いてください。失礼いたします。よいしょ、これで右から検査します。こことこれやったら断然これですよね、ここね。はい、で肩の検査させていただきます。肩の力抜いていただきます。失礼いたします。よいしょ、あ、これいいですね。じゃあまたこれで検査します。こっちとこれやったらこれですよね。これ痛い、うん、こっち、これね、ここですよね。なんかそんなに強くいってないですね、僕、うん、強く、結構、結構押さえてる感じはないです。結構強くちょん切りを感じる。もう指 5G 後で見たら分かる。本日は左の方に症状出ておられるってことなんですけども、まあ、右の方に圧があるっていうところで検査させていただくと両方ね張ってましたけども、右の方が硬いってことは、まあ、本来はほんまは右の方が悪くてそれをかばって左に出てる可能性もありますけども、あの調整させていただくと両方の状態も良くなっていきますので、その辺を安心して受けていただければなと思います。はい、松尾忠中期背中失礼いたします。はい、あー、この辺だ。はい、はい、はい、背骨のですね丸くなりやすいところでやったりとか、こう出っ張ってるこの辺が出っ張って丸くなる頂点やと思うんですけど、この辺りとか、で腰のとことか、まあ、骨盤ですねとことかがずれて歪んでるせいでふくらはぎとか肩とか首触った時に痛かったんですよ。で、なんでかって言いますと、背骨と骨盤がこれ以上歪まないようにこういうところの筋肉とかこういうところの筋肉が硬くして今体をガードしているような状態になってます。で曲げさせて背骨と骨盤がまたね右の方に硬くずれてますので、今日はね狭いと骨盤を右から調整させていただこうと思います。お願いします。では失礼いたします。大丈夫ですか。うん、もうデフォルトでさ、やっぱもうタメ口なのね人にはさなんか新しい視聴者さんがライブできた時でさ、礼儀礼節を守って最初は敬語でお願いしますとか言うの、最初も最初固めちゃうもんね。人によって自分全部ね、そういうとこあるけどね。でもさ、知らん人とかにもタメ口で喋れるよね。すごいよね。ね、ちょっとすごいってことですか。いや本当思いますよ。
カレー食べて美味しくないって言って店員さんに言うんですよすごいっすよね、言えないですよ普通、言ったところで変わらないんですよ。そうですね、普通は言えないんですよ、もう次回やめとこうかなぐらいな感じなんですけど、西川さんは言うんですよ。言うんですね、言ったところでね。マクドナルドの店員さん泣かすしね。ドライドライブするんで、おいおいてっつってもう泣きよったよ外国の、ね、女性の方やったり、初日やったと思うんですけどね、バイトね、もう寝てるでしょうね。起きた、うん、はい、やっぱり運、はいはい、やっぱ運っていうの、金持ちの声とこうなるんじゃないですか。違います、聞いてください、ちょっと後で言うんで、ちょっと後で言う、いやもういいですいいです。なんか金持っとるから偉いみたいな、そういう感じなんやな、やっぱ違います金持ちだと人気しなくて育ってるから、それはないはずですよ。そうだか、ね、そう、僕らから想像がつかんぐらい頼めちゃったけどね、めちゃめちゃ金持ちすごくない、話聞けば聞くほど金持ちやん。金持ちですね、車もそうですし、外食もそうですし、7歳で迷いパワーだし、うん、習い事もすごいですし、ね、ECC ジュニア、そうですね、ドラム3歳からね、3歳からゴルフ、ゴルフ3歳からゴルフ、ねえ、すごいよ、もう習い事、自分の部屋に地球儀6つあったらしいけど、すごいですね。もう回すのがめんどくさいけど、こうもうオセアニア州、そうそう、6号に2人行く、ユーラシア大陸すごいよね、すごいな、それはプラネットマンですね、プラネットマンプラネットマン、だってね、銀のスプーンで食べたらしいよ、銀の箸が、銀の箸毒が入っとったら分かるって銀は変色するって言って、あれ変色せんのしね、銀ね、毒の種類もいろいろらしいけど、まあ、そういうと、元気さんがなんか変色しとったら銀は本当に大丈夫、相当猛毒じゃないと変わらんらしい、毒をもらえる可能性がある環境にあったってことだよ、そりゃそんなに金持ちだったら狙われたんや、そうですよ、いやそう思うよ、やっぱ金持ちやもん、だってもう、あ、なんかお札がね、あ、ほら、五千円札って二戸稲造やったら知っとる、はい、知っとる、わかりました、もうあの頃にもう平塚来町持ってたらしいもん、それ使おうとしたら偽札扱いされたんですよ。すごい、本当に、本当にこれはマジの話なんですけどね、はい、23歳か4歳ぐらいまで回転寿司行ったことなかった、そう、回転寿司行くのはそれもかわいそうな人が行くお店って教えられてて、親に初めて回転寿司行った時怖かったって言ってたんです、これは本当の話、お腹壊しそうって言って、教育よね、やっぱね、教育大事よ、ほんと世間で言われる金持ちのもう一個上ですね、うん、もう一個上来たもんね、本物だ本物の家みたいなの、多分ね、分からんけど見てない、揺れがだんだんこう同調していくというか、ね、うん、そうですね、全身しっかりこう、これこんなに揺らしちゃったよね、そうなんです、あのね、受け取る側だと、はい、あんまり分からん、あ、そう、先生の手の位置も動いてくるんですね、そうそうそう、いやそれは見たら分かりますよ、うん、それは分かる、もうアホやない、あ、申し訳ない、見たら分かる、いや分かる、普通に分かる、分かる、いやそんなアハ体験やないどこが変わったでしょうか、わかる、カツオタ道地域再度お体検査させていただきます、押さえていきますので、また痛かった同じ強さで同じ場所を押さえていきますので、痛かったらおっしゃってください、失礼いたします、1箇所2箇所ですね、3箇所これどうですか、本当ない、さっきよりガーって言ってますよね、感じグッてっていうか、さっきより力入ってますね、そうですね、ぶっちゃけ再検査の時は1分も終わるぐらいだったので、あ、なるほど、はい、やらないとやっぱ先生さっきより弱く触ってるでしょみたいな感じで、あ、いろいろ言われますから、ちょっと強めに、これ大丈夫ですか、これも、まあこの辺は大丈夫ですよね、うん、ここね、はい、首失礼いたします、うん、よいしょ、うん、これ、うん、さっきよりいいですよね、さっきよりいいですね、目肩の検査させていただきます、失礼いたします、はい、あ、いいですね、
これ。ああ、なんともない、なんともないですね。ここまで言ってますよね。全然大丈夫ですよね。グーついても本当になんともないですね。さっきより強い。ダイモンさん2倍ぐらいでやってます。さっき首かなんか釣られた時に、はいはい、こんなんで痛がる人いるんですかって言ったでしょ、はい、あの感覚と同じです今。だいぶね、じゃあもうなんともない、ね、ほら本当になんともない。すげえな。ありがとうございます。ではあの仰向けで今度寝ていただいていいですか。はい。いや気持ちよかった。やばいね、やばいっすね。ね、また食べてください。寝ろ早く。なんでこうそんなになるんですかね、僕ね。ではなんか、ね、チェスしか買ってもらえないんですよ。そんなわけない。いいよけど、チェスもそれ造形やけど。あ、造形、造形、造形のチェス、造形のチェス。そんなわけない。もう美食も全部造形です。そうなんね。基本オセロとダイヤモンドゲームしかしてない。ほら、でもダイヤモンドゲームとかいいよ。違う違う、そういうゲームやったダイヤモンドだからダイヤモンドでバイバイするやつや。違う、すごい、マネーゲームそのもの遊びですね。いや、そんなゲームをマネーゲームじゃない、そういうだからルーズベルトゲームみたいな。いや、そんなあれ選手だ、プレイボールって山崎つとむが言いよった。会長、会長、会長が言いよった、青島の会長が。じゃあ再検査させていただきます。肩いきます。はい、大丈夫ですかね、はい、これも全然いいですよね。さっき右言いたかったけど大丈夫ですよね、はい、すごいね、気持ちいい。でこう、で首上げさせて、いまだに気持ちがいいままですよ、体が。はい、揺れただけ。ちょっとだけ首の調整させていただきます。はい、思ったのがね、あ、この揉んだりしたマッサージじゃないのに、ただ揺らされただけがこんな気持ちいいんだって感じよ。ああ、やっぱり揺らすことによって、うん、体のリラックスする神経が働くっていうか、うん、皆さんあの電車でこうことごと揺れてたら寝ちゃったら気持ちいいですか。車とかね、揺らすその振動の速さによるんですけど、よく4分の1揺らげとかってね、うん、言葉聞いたことあると思うんですが、うん、とてもねリラックスできるような振動なので、治療の最中にもうブーブー寝てはる人が反応ないからと、そっかそっか、やりますよーつって寝てしまって、うん、あれもう終わりましたよ、先生まだかみたいな感じの方とかも、おられるぐらいなんで、はい、不眠の方とかでもね、やっぱりいい効果得れる方多いですね。はい、マジ、本当にありがとうございます。それでしたら食べれるかなと思って。美味しいです。うん、美味しい、すごい美味しい、うまい、うん、うまい。これでもカルシウムも取れていいですね。うん、はい、食料食べたら、いただきます。いただきますね、食料。それはなんか地元で美味しいと思うんですよ、食料。うまい、うまい、よかったね。ほら、カメラ変わってやる。撮っとってよ。撮るよ、撮るよ、今。大丈夫。違う、映像じゃなくて。撮るよよ。差し入れ、映像じゃなくて差し入れのやつ。ん？差し入れのやつ、残しとってよ。いやいや、今撮るよ、大丈夫。映像に残しとる、大丈夫。安心して。あんま喋れん、あんま喋れん。喋らん方がいい。美味しいよ。はい、うん、ちょっと待って。撮ってまい。あ、ごめんごめんごめん。ちょっと撮ってまい。違う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 、そうじゃない。開けて、お菓子全部開けて、お菓子全部開けて。美味しい、めちゃめちゃうまいです。こんなでかいの。ゆっくり下ろさせていただきます。はい、で肩毎回再度検査していきます。大丈夫ですかね。あ、なんともない、気持ちいいだけ。結構強く言ってますよ。そうですか、うん、なんともない。さっきなんかどんくらい、どんくらいで、にゃんにゃん、昨日の感覚。ごめんなさい、はい、これでこれぐらいです。うん、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 これぐらい。あ、全然全然、そんななんかこんなっていう感じじゃないですよね。これ痛くない。うん、なんともない、うん、柔らかくなったよ、めっちゃ。まあ、本当ですか。謎よね、揺らしただけでさ、ね。じゃあ次はですね、はい、調整終わりましたので、はい、水玉の方に移らせていただこうと思います、はい、なるほど、はい、痛いです。あ、演技じゃなければね。横の空中のビッチですよ。あ、だいぶ言ってますよね。生体と水玉の松本コースです。はい、1908年でお願いします。松本道中記、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。表情が謝れ、謝る、みんなに謝る。嘘ついた、すいません、寝てました。あ、ごめんなさい、寝てました。すいません、寝てました、ごめんなさい。そう、僕は嘘つきです。はい、僕は嘘つきです。はい、どうしようもないやつです。どうしようもないやつです。ゲス野郎です。ゲス野郎です。はい、ね、はい、お尻の穴で遊ぶゲス野郎です。ね、言うの。いや、言わん。
お尻の穴で遊ぶケツ野郎です。そのせいで寝てしまってごめんなさい。そのせいで寝てしまってごめんなさい。そのせいで寝てしまってないよ。まあでも、ダメ、ほら、もうタメ口やったらまたタメ口でごめんなさい。タメ口でごめんなさい。はい、もう金輪際、金輪際、逆らえません。逆らえません。絶対服従です。絶対服従です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デッサイさん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 。ということで、はい、デッサイさんに服従を誓ったところで、はい、動画を見たという方には割引をしていただけるということですな、はい、あ、そうですね、はい、今日出させていただいた生態と水玉の松坂コースですね、はいはい、そちらがですね、通常まあ来ていただく場合は初回1万円いただいてるんですけども、なぬ、うん、なぬ、うん、けどもけどもだけどもだけどこの動画を松本増注記を見て見て来たと来たと、うん、で松本コースを注文すると高田に限って、うん、2908円でお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。東大阪の松本コース、ありがとうございます、はい、じゃぜひぜひ松本コース体感してください。はい、はい、気持ちいいぜ、寝るぜこれは。でもあれ整体だけだったらあれですね、初回動画を見ていただければ500円、これワンコインなんですよ。もうすごい、これも本来は8000円でしたっけ。そうです、本当は8000円だけど、初回いろいろカウンセリングとか検査も含めさせていただいて8000円いただいてるんですけ ど、動画を見たの場合は初回限定ワンコイン500円、はい、ということですね。半分の価格で、はい、半分の価格で、そうです、はい、はい、ありがとうございます。高田院長のチャンネルとかホームページを貼っておきます、はい、説明なんですね、ご覧ください。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。さよなら。はい、せーの、ゆらゆらグッバイ。あ、こういうやつね、はい、コンポイントロリコンちゃん、松本です。ミスター、ごめん、間違えた、なんて言ったっけ。ミスターグレート、あれ何でしたっけ、グレートミスターハクソハクセジュニア、ザ・グレートミスターハクソハクセジュニア、はい、自分でつけたよ。もう一回お願いします。ロリコンちゃん、松本です。ザ・グレートミスターハクソハクセジュニアです。結構ですか。ありがとうございます。